マイパートをご視聴後の視聴を推奨いたします。また本シナリオはクプル不適グロ表現とともに、絶望的に胸クソ悪い描写が多々含まれます。ロールプレイ重視型のため、サクサクリプレイ動画とはかけ離れた動画となっております。誹謗中傷などのコメントもおやめください。ご了承の上でのご視聴よろしくお願いいたします。I wanna do it, do it, yeah. I want the key and wanna share. I wanna do it, do it, yeah. I wanna hide it, yeah, it's right now.次あなたが目を覚ますとここにいます。そして、誰だ?とされます。はにゃにゃにゃほにょにょ。よくわかんないけど俺な気がする。正解。俺でした。やったー。ボケーっとしてたから思わずね。何考えてたの?なんでだろうね。なんでだろうねー。なんでだろうね。じゃあ今日の晩ご飯何にする?今日の晩ご飯。おっし。おっし。じゃあ食べに行こっか。どこのおっし屋さんにする?はま寿司。じゃあ行こっか。週5とかですし食べてるね。ハート、おっし大好きー。幸せー。俺も、寿司大好き。幸せー。頭がぐわんぐわんしてきます。ええー。どこまで想像がついているんだろうか。何もついてない。はい、では。ヨーロッパとアジア。どっちも捨てがたい。ハートも、どこでもいいよじゃなくて、一緒に考えて。あなたはここで気づくでしょう。ループしている。産地チェックです。うわ、そうですよね。そしてあなたはここでとてつもなくイタリアに行きたい気持ちになります。イタリアに行きてー。イタリアに行きたい。ならイタリアにしよっか。北と南でピザの生地の柔らかさが違うんだけどどっちがいいかな。南に行きたい。南に行きたい。じゃあ南に行こうか。私あの街が綺麗なところに行きたい。じゃあそこに行こっか。夜景が綺麗なところだよね。ああ楽しみだな。みんなで海外旅行。二人で行くことも考えたけど、みんなで行った方が楽しいしね。そうだね。二人で行くのは新婚旅行だね。へへへ。幸せだな。そうだね。頭がぐわんぐわんとしてきます。目を覚ますとここにいます。ねえねえハートこれと一緒に写真撮ろうよ。ねえねえ。ん?どうしたの?いや、やっぱりなんでもない。そっか、じゃあ写真撮ってもらおうよ。エクスキューズミー。エクスキューズミー。ここの未来は決まっておりますので、言葉が伝わった人が写真を撮ってくれます。オーケー。ここであなたの写真は可愛く撮れる未来が決まっているので、可愛く撮れます。バイバイ。いやうまく撮ってくれたね。ほら見て、ハート可愛く写ってる。あ、お兄さんやお父さんやお母さん先に行っててもらったけど、あまり待たせるのもあれだしそろそろ行こうか。バスの時間もあるしね。そうだね。行こう。ね、急ごう。あなたたちは手を取り合って小走りでかけていきます。楽しみだな、幸せだな。そう言って世界が一回転します。目を開けると同時に後ろから男が。覚えてる?覚えてる。そこの角で初めて会ってぶつかって肩が脱臼したんでしょ。お兄ちゃんにボコボコにされそうになったの知ってる。そうそう。ハートが助けてくれたから今の俺が生きてるって感じ。ハートが止めなかったらお兄ちゃんが犯罪者だよ。あの時はまだ他人だったのに不思議だね。ハート。君はもう一人じゃないんだ。お兄さんや父さん母さん。みんな君の幸せを願ってる。結婚しよう。それはいただけない。わかんないよ。つまりそれは、断るってことですか?話がしたいんですけど。求婚に対しての答えはどちらですか?断りますけど。では世界が一回転します。ちょっと待ってー。後ろから声をかけられます。待って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 ー。覚えてるかな?覚えてる、覚えてる。初めて会ってぶつかって肩が脱臼して、お兄ちゃんにボコボコにされそうになったことだよね。それで話があるんだけど。あ、俺も大切な話があるんだけど。待って、それよりもっと根本的にさ、なんか違うんだよ。ほら式場の中にいるじゃん。ハートみたいな子がさ。ええ、おりません。そこにいるのは普通の見覚えのない一般客です。ええ、なんで?あれ、
結婚式挙げてる人も知らない人？知らない人ですね。それでそれで。ハート、結婚式に来てたの。それで、突然目の前がデューンってなって。気づいたら家にいて誰だってやられて、お寿司食べてデューンってなって、出かける場所選んで、みんなで旅行して、で今ここなんだよ。男は首をかしげています。今だって指輪持ってきてるの知ってるもん。あれ、バレてた？バレてないよ、3回目だもんこれ。何言ってるの？俺からも大切な話があるんだよ。知ってるよ、それでしょ。君はもう一人じゃないんだ。お兄さんや父さん母さん、みんな君の幸せを願ってる。結婚しよう。必ず幸せにする。俺と結婚しよう。の？世界が一回転します。覚えてる？頭がおかしくなりそうだ。覚えてないかな？覚えてる。覚えてる覚えてる。それで今から告白するんだよね。OK、結婚しよう。待って、ちゃんと言わせて。君はもう一人じゃないんだ。お兄さんや父さん母さん、みんな君の幸せを願ってる。結婚しよう。必ず幸せにする。俺と結婚しよう。もらいます。家に帰りたいよ。男は顔をパッと明るくしとても嬉しそうです。みんなの分まで、幸せになろう。もう一回って何？世界が一回転します。結婚式です。ここから部分的に飛ばしに行きます。目星振らせてください。聞き耳振らせてください。聞き耳か。そうですね。こういった声が聞こえてきます。結婚式に参列している人たちの声ですね。天涯孤独ってことはなくなったなあの子。男の子うつみ滅ぼしとかじゃないだろうな。どうだろう。まあどっちにしろこの後二人が幸せになればいいんだよ。あの子もかわいそうに、これで幸せになれたらな。どういうこと？この後ってどのシーンでしたっけ？先ほどのループの順番でいけばこの後は新婚生活のシーンなんですが、次に待っているのはあなたが見たことのあるシーンではありません。嘘。ではあなたはその言葉を聞いた後、また頭がグワングワンとしてきます。次に目を覚ますとあなたはこのような場所にいました。え？葬式ですね。世界が一回転し、目を開けるとこのような場所に立っておりました。どうやら葬式の真っ最中のようです。葬式？誰の葬式ですか？よく見てみると写真は3枚あるようです。そのどれもあなたは見覚えがあります。お父さん、お母さん、お兄ちゃんのお葬式です。そしてあなたはもう一つ気づくことがあります。写真の前で号泣している人がいる。その容姿にもあなたは見覚えがある。あなただ。大人になったあなたがそこで泣いている。どうやら家族はみんな死んでいて、写真の前で泣いている自分自身の様子から、自分は天涯孤独になってしまったようだ。ということで産地チェックです。それでは聞き耳を振ってみましょう。近くに行って聞きに行けませんか？それだったら多分聞こえるし、かわいそうすぎるから自動成功でいいよ。それでは参加者の人たちがこそこそと話しているのが聞こえてきます。旅行先でバスが転倒とか事故にあったらしいぞ。あの二人は？あの子たちは遅れてたか何かで大丈夫だったらしい。豪華不豪華、紙一重って感じだな。どうするんだろうなあの二人。あの子かわいそうに。男の方はどうする気なのかね。あの、って声をかけられますか？ここであなたは気づくのですが、先ほどまでと違い、その場にいる人々はあなたを認識していないようで、あなたが声をかけようとそれに応答する人はおりません。改めて聞き耳振ってもらってもいいですか？では男が、大丈夫。俺が必ず幸せにするから。このような言葉が聞こえてきました。その瞬間、また世界が一回転します。どうやらあなたが立っている場所は結婚式場のようです。ですが、あなたは参列者側に座って、式を挙げている二人を見ているようです。パッと見幸せそうな結婚式ですが、あなたは先ほど聞き耳に成功していた通り、参加者たちはあなた方の身の上話をこそこそと話しています。はい。
式はそのまま続いていき、二人は壇上から降りてきて温かな拍手に包まれながらあなたに気づくことはなく外へと歩いていきました。一見すると幸せそうに見えた二人ですが、今のあなたにはどこか悲しそうに映ります。そして世界がまた一回転します。次に目を覚ますと、あなたはリビングでうつ伏せになって眠っている、あなた自身を見ている状態でした。テーブルの上にはすでに出来上がった料理が陳列されております。目星振ってみようか。それではあなたは、開いてる扉が目につきます。中に入ってみるとそこにはあなたの家族の写真、遺影が並んでいました。遺影。そうしているとピンポンと、家のチャイムが鳴ります。部屋の外からは、ガチャという音と、お帰りと出迎えるような声。そして、あなたが少し前に経験した会社が大変で、などの会話も聞こえてきます。ここから探索ができます。現在いる部屋が和室で、こちらの部屋はすべて描写済みです。他は、リビング、夫婦の部屋、妻の部屋、夫の部屋が探索できます。人には触れられないけどドアとかは開けられる感じ？とりあえず、リビングからかな。人には干渉できないけど物には触れれるっていう感じかな。リビングでは仲の良さそうな二人が美味しそうなご飯を食べている。ずっと見ていたら夫の方が泣き出すかもしれない。妻が黄緑色の宝石がついた指輪をつけているみたいです。黄緑色の宝石？どういうことだ？覚えていたらいいことがあるかもね。今はわからんということ。次、夫婦の部屋。ここは夫婦の部屋です。目星で出てくるような情報はないのですが、寝具の他にたくさんの写真が飾られております。ハートの家族や友人の写真も飾られており、とても幸せそうな感じですね。写真の中では、写真の中では、じゃあ、お兄さんの部屋。夫の部屋です。帰ってきた際に置いていったのか、乱雑に口の開いた仕事用のカバンが床に置き去りにされております。あとはそうですね、本が好きなようで本棚が充実しているみたいです。図書館だ、任せろ。ああ。失敗しても見つけられる本もあります。宝石についての本と、花についての本です。お気づきかと思われますが、こちらループものになります。ですので次のシーンで成功しましょうね。宝石の本なんですけど、どんな宝石について知りたいですか？さっきあの女の人がつけていた宝石探してみます。天才。これで絶対ループしなくてもよくなったね。さっき失敗しちゃった図書館をこのクリティカルで補わさせていただきます。また黄緑色の宝石がペリドットだとわかります。宝石言葉というものがあり、それは夫婦の幸せというらしいです。幸せという言葉にこだわりすぎて逆に怖いよ。クリティカルで見つかったのは夫婦とは、と、運命共同体、という本です。とりあえず、花について調べたいんですけど、あのラムサール条約みたいな名前の赤い花ってなんだっけ？全然違うね。条約どこから来た？ゼラニウムね。花言葉は君ありて幸福。君がいたら幸せってこと？はぁ、あ。じゃあ夫婦とは読む。夫婦とは運命共同体である。互いに協力しながら生きていく。独身の時と違い、自分のことだけを考えるだけでは生活ができません。妻の事情は夫に関係します。もちろん逆もあります。体が別々でも、夫婦として運命共同体としているには一つということなのです。どちらかが健康状態を大きく崩して入院した場合、大変さは入院した側だけではなくパートナー側にもつながります。入院している相手の世話や、治療費や生活費を稼ぐために、二人分、朝早くから夕方まで働いて苦労するかもしれません。大変な負担になれば、パートナーの方がストレスで倒れるかもしれません。夫婦というのは、夫と妻とが協力し合っているからこそ、成り立ちます。夫婦になれば、お互いに支え合いながら協力していくということです。支えがいなくなると、必ず倒れてしまうでしょう。妻の事情は夫の事情であり、夫の事情は妻の事情です。もう一つの方も読む。運命共同体。繁栄するときも衰亡するときも運命を共にする組織や団体。また、その関係にあること。極端に言えばいいことがあれば便乗でき、不幸なことがあれば一緒に不幸になるといったもの。夫婦は自動的にこれに当てはまります。相手が不幸なら自分にも迷惑がかかる。逆もしかり。それを拒否、離婚を選択する夫婦もいます。運命共同体であるがために他人の不幸を背負ったり、自分の不幸に相手を巻き込むことになります。
大丈夫そう？中学生には全くわかりません。カバンはなんか見れるかな？漁ってみます。夫の荷物を見てみると書類の束が入っていました。中学生には少し難しいかもしれませんが、そこには解雇告知書という文字と企業の不採算のためリストラと記載されていることがわかります。ドラマで見たことあるやつ。中学生なのにわかって以来、リビングからは男性のむせび泣く声と女性の慰める声が聞こえてきます。女の人の部屋も見てみたいんですけど。はい、こちらの部屋では特に触れる技能はないんですが、あなたの趣味が反映された部屋です。男性からプレゼントされたんだろうか、といったものが飾られたりなどしています。ちゃんと自分の部屋だと感じるということでしょうか？そうですね、あなたはここが自分の部屋のように思えるでしょう。なるほど。そんな風に家の中をぐるぐると見て回っていると、あなたの頭も一回転します。次のシーンを覚えてるかな？新婚旅行。正解ですが、今のあなたはそれを第三者目線で見つめていることになる。夫と妻が国内の観光地を手をつないで歩いている。あなたの目から見ても二人はとても幸せそうだ。ここで再度聞き耳をどうぞ。プラス30補正でいいかな。あなたは聞き覚えがあるだろう。遠くから車のクラクション音が聞こえてくる。え？あたりをキョロキョロと見回します。音の発信源のようなものはありますか？あたりを見回していると、後方からすごいスピードであなたを追い抜かしていった存在に気がつく。どうしようかと考える間もなく、その大型トラックは夫婦のいる場所へと突っ込んでいく。あたりからは悲鳴が上がる。男性の動揺した声が聞こえてくる。おい、ハート、おい。二人が、自分がどうなってしまったのかは、容易に想像ができるだろう。一応 HD さんの産地チェックです。ハートは死んじゃったの？嫌な予感がしました。頭がグワングワンとしてきました。世界がまた一回転します。続いて目を覚ますと今度は病院におりました。先ほどに続いて第三者目線ですね。一人称視点で見ている時は気づかなかったのですが、どうやら妻に当たる人物は車椅子に座っているようですね。事故にあったけど、見た目に大きな変化とかはないんですか？顔とかには特にないかな。ただ車椅子に座っている下半身にはブランケットがかけてあって、目視でどうなっているかは確認できなさそうですね。まあ、あの情景の後に車椅子に座っていることを考えると、といった感じですね。そんな風に二人の様子を見ていると、あなたの後ろからこんな声が聞こえてきます。かわいそうに。後ろを振り向いて確認してみます。順調そうだったのにね。奥さんもまだ若いのに、やっぱり事故の影響とか？事故で思い出したんだけど、あの二人不幸続きらしいわね。奥さんの方両親死んじゃって、そして自身の事故でしょ。旦那さん、会社リストラされてるとも先生に聞いたわー。やだー、貧乏くじってやつ？結婚って憧れるけど、ああいう風にはなりたくないわー。そのような感じで話が盛り上がっているようです。看護師たちから視線を夫婦へと移すと、どうやら場面が変わっているようです。絶賛手術中のランプが点灯する手術室の前に男性がいます。椅子にうなだれるように座っています。近くに行けますか？ではあなたがそちらに向かおうとすると、サイド後方から看護師等のお話が聞こえてくる。奥さんも危ないんでしょ？かわいそうに。せっかくイケメンなのにね。それ今は関係ないでしょ。はははは。他人の不幸は蜜の味と言わんばかりに看護師たちの話は盛り上がっている。自身たちの不幸を笑いものにされていることに産地チェック1は HD2 です。ムカつく。一方男性の方なのですが、近づいてみると願うように手を固く組んで静かに泣いています。よしよしします。よしよしする。髪の毛に触れているという感覚はあるんですが、男性が気づく様子はありません。世界が一回転する。続いて目を開ければ、あなたは公園に立っている。あなたは知っている。妻は車椅子に座らされており、それを夫が押して公園を散歩している。未来のあなたはうなだれているようで、夫の言うことに対して返事をしない。赤い花を渡されても特に反応はありません。あなたのすぐ横を子供が走り抜けていく。よろめき、顔を上げればあなたは病院の廊下に立っている。聞き耳を振らずとも病室から声が聞こえてくる。あなたには聞き覚えのある声だろう。自身の声だ。いらない。こんな花いらない。
ぎょっとして、その病室に向かいます。声を頼りに病室へと向かうと、部屋の中には動揺した顔の男性が立っており、花を投げつけられたのか、あたりにはピンク色の花びらが散乱している。なんで来るたびに花を持ってくるの？当てつけ？違う、そんな。いらない。花を渡して適当にあしらえばいいって考えてるんでしょ。私がどんな苦しい思いをしてると思ってるの。それなのにのんきに花なんか摘んできて。あんたと一緒にならなきゃよかった。そしたら私はもっと、幸せに。もう帰って。帰って。ここから出て行って。男性はしばらくうつむいた後、黙って病室から出て行ってしまいました。わあ、こらあ、はとこー。また看護師と医師が話している声が聞こえてくる。かわいそうに。奥さん式が近いから。旦那の方もストレスだろう。式。病室に一人取り残された妻はボソボソと何か言っています。いや、嫌だ。行かないでよ。そばにいてよ。大丈夫って声かけてよ。お願いずっとそばにいて。死なないよって励ましてよ。と言いながら、ベッドの上で丸くなってしまいました。そして世界が一回転する。あなたが目を覚ますとそこは先ほどと同じ病院の廊下だった。一点違う点があるとすればわめく女性の声は聞こえず静かだ。